やってきたのは福山市立神鍋東中学校。たくさんの楽器の音が聞こえてきますね。そしてもっと高い音で練習した方が音出しやすいじゃん。あんまり低い音で練習するとすぐ息がなくなっちゃうよ。そうそうそう、もう楽勝で4拍いくじゃん、ね、だってそったら8拍が頑張ってから。こちらの部活で熱血指導を行っている沖岡良樹先生、時には厳しく、できるだけリラックスして、もう状態がクラゲみたいふにゃふにゃな。実に楽しそうに指導しています。吹奏楽楽しい。はい、楽しいです。上々のようででも沖岡先生、私たちが思う部活の顧問の先生ではないんです。教員ではありません。福山市から認定された部活動指導員です。部活動指導員とは顧問の先生たちと協力しながらコーチとして技術的な指導を行う人のこと。2017年に始まった制度、県内の公立中学校でおよそ270人が活躍しています。そんな沖岡先生は自らも吹奏楽部出身。卒業後は福山シンフォニーオーケストラに所属し、オーボエ演奏者としてなんと今年3月までのおよそ50年間音楽活動を続けていたんです。部活動指導員という制度が始まる前から学校の先生に依頼されてボランティアで吹奏楽の指導をしておりました。音楽の楽しさを知ってもらいたいと思って、続けています。そんな沖岡先生、意外な素顔が。私は路線バスの運転をしています。バスの運転手と指導員の二刀流。指導方法にはある工夫が。難しい音楽用語とか言っても分かりませんので、例えば空気をいっぱい吸う、ブレスを取るっていうことは、例えば貯金をたくさんする、吐くことはお小遣いを使ってお買い物をする、なんかそういうような例え話とか分かりやすく話をするように心がけてます。そんなユニークな沖岡先生は生徒からも信頼が厚く、息の仕方ができるようになって楽器で大きい音が出せるようになったり、より練習が積極的にできるようになりました。顧問の先生の負担も軽くなっているようです。こう自分で曲を選ぶんだと3日4日かけて、ああでもないこうでもない、すごく時間がかかっていたものが、これとこれとこれって言ってくださることで自分の時間も私もできたりするので、そういった面がとても助かってます。沖岡先生の存在が生徒に大きな自信を与えています。今から今やっている曲をコンクールまでに仕上げて、そこで金賞を取れるように頑張りたいです。